ありがとうございましたねー楽しかったね幕張のみんなはあれあれが今作最後の特典回でしたが、うん、に みんなが頑張ろうってのもひめたんの魅力があってこそだと思うよ始まりは姫たん始まりはいつだってひめたん始めようひめたん始めましょうじゃあ始まりも終わりもひめたんウェディングドレス見たかったえー私あの愛知のさ土曜日に着るんだけど来る 自作もドレスやりますド <laughs> ドレスやりますドレススややりりまますすかでも違うよあのこれはね6月だから来たんだよみんなみんな分かってる <laughs> あの昨日着てたさウェディングドレス風は6月の純ブライドにかけて来たんだよ <laughs> 分かってるかい うん、そうそうそうジューンブライドうん土曜日はドレスなんそうだよ土曜日一日中ドレスで日曜日は内緒内緒服 <laughs> 大阪から幕張まで行った甲斐があるよねえなんか幕張もさ愛知もなんだけどさ 遠征してきてくれる方がめっちゃいてさ私もさ遠征お笑いとか見に行くの好きだからさと遠征移動の大変さ分かるからさもうほんとありがとうほんとありがとうでございまして幕張 <laughs> 少しだけ泣けてよかったほんとありがとう愛してラブル イントネーション。愛してラブル。うん。ね、睡眠飛ばして愛知に向かって車飛ばす。絶対事故んないでね。事故ったら許さない。姫たんを始める勇気がありません。本当。勇気なんていらなくない。<laughs> まず,まずおいでもうそっから始まってる実はね浴衣姫たんも見たいならでも次次どうなんだろうね出るとしたらさ冬とかになるんじゃないどうなんだろう浴衣うんね浴衣着たかったな。 決めたんは遠征と口に出してしまうとロードで行かなきゃいけないという偏見何それ偏見っていうの十字架じゃないのそれって <laughs> ロードで行かなきゃいけない十字架なんじゃないの偏見っていう意味合いねえいろいろとでもね夏めっちゃスケジュールが本当にキャンキャンで。 難しいんだよねー遠出うん友達の結婚式写真見て買えばよかったって思いましたあそういう後悔よくない後悔してほしくないあなたにうん <laughs> ひめたんに会ったら怒られそう何に怒るのやばくない私、やたらめったら怒る人だと思われてる <laughs> そうなんだ。えなんか怒られそうな風貌で来るのかな楽しみにしてるね。うん、待ってる。<laughs> おもろ。それこそ偏見じゃない。 これこれのことを偏見って言うんだよ姫汰に悪あったら怒られそうっていう偏見めっちゃ偏見だねやば怒られるのもまた一挙どういうこと叱られたいのかもねなあ,あもうにじみ出ちゃってるんだ願望がコメントに出とるわあそう早く来てよじゃあなんで来ないの 見えないんだけど。ね。ワイも姫たんに怒られそう。やば。めっちゃ偏見や。<laughs> え、悲しいんですけど。最低、なんでそんなこと言うの。だる。ひどい。<laughs> こういうこと。 別に思ってない <laughs> ねえ思ってもないことを言ってるうんひめ <laughs> <laughs> たんにあえて怒られるのもトーク会の楽しみかもやわんかそういう思考の <laughs> おじさま方が集結するのでは次シングル <laughs> 私は恐ろしくなってるよじゃあそんなおじさまたちも「S かわいい」8月号ゲットしてくださいで感想を教えてください <laughs> あの変な感想言ったら怒るからよろしくちゃんと読み込んでいいなって思ったところを教えてくださいで「X」で「 感想をつぶやいてもらう際には「ハッシュアラのひめか」と「ハッシュタすか可愛い,い」をつけて投稿してもらえたらめちゃ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 ,めちゃ嬉しいですよろしくお願いしますうん姫めたんは常に世の中に対して怒ってる感じの芸風なのかなえ <laughs> それなんだっけあのあれじゃん井口さんじゃん <laughs> 1> 1優勝やばいコンビ名忘れちゃったいやいや <laughs> ウエストランドだそうウエストランドいい口いいじゃん怒り芸うーん編集部さんが「ひめたんあか抜け連載で見てますよ」えっ、ー、そうなの 私知らないんだけどじゃあ「ひめたんあか抜け連載で」でもうよろしくお願いしますモノ・モース系アイドル A ねやば立ち回りめっちゃむずいやん嫌だよそんないばらの道嫌 <laughs> <laughs> だ損でしかない <coughs> おじさまが買うのにはハードル高いネット通販というものがあってたなおじさま 大丈夫だよアマゾンというものがあってなん雑誌を抱えたおじさんが列をなすレーンとか激圧ふふっ ね雑誌抱えてきておじさん女の子もお兄さんも <laughs> お願いしますあ売り切れてたねそんなもんいやー皆さん絶対ゲットしてね 週末風邪で欠席だけはやめてねああ大丈夫私特典会だけは絶対に欠席しないってもう肝に銘じてる <laughs> 絶対欠席しないうんう声やばいよねう <laughs> めっちゃ流行ってるからみんなもめっちゃ気をつけて <laughs> ねえお兄さんです多分お兄さんゲットしてね <laughs> うんかみつけてるのシュシュうん、うん、なんかなんだっけなんていうのこれヘアクリップかわいいやつかわいいよねこのね <laughs> この上着に合ってるのスパンコールみたいなかわいいよね <coughs> ごめん咳ばっかでごめんね <coughs> イヤホンで聞いてるみんびっくりしてるでしょ今どう <coughs> <coughs> <laughs> わざわざと出しないよ <coughs> ねえかわいいよね <coughs> 気に入ってます自分で買ったやつしそうそうそうちな 今何時今何時そうねだいたいねっていうコメントした人怒ります22時14分ありがとう君ありがとう <laughs> 君ありがとうあっあたおバカさんがつられたおバカさんがゆる <laughs> さんこの二人 あとソウだけ書いてる君も許さん <laughs> 昭和オツ許さん <laughs> 引っかかったな、うん、ではではそろそろおい飛ばしましょうかね 気をつけてね。寝ましょう。うん、うん、うん。では、では。では、では、では。 明日も公園なんでね寝ます <laughs> では <laughs> お疲れ様でしたおやすみなさい暑い暑いまたね。